通常その皆さんそのマンションを買われるときにその各区画の部分に関してはいろいろこう自由にいじれるんですけど、あのいわゆる共用部っていうのはあの皆さんが一緒に合意しないとできないと。で通常やはり普通に皆さんが住んでるところに買ってそれをなんかこう全体で話をしてやるっていうのはなかなか難しいと思うんですね。で今回たまたまあのこのリノベーションプロジェクトというのが、まあ、元社宅ということであのそれを全部まとめてリビタさんの方で購入されてっていうことで、まあ、比較的そういうあの全体で何か面白いことをするっていうチャンスがあるということでプロジェクトとしては非常に面白いあの進み方じゃないかなというふうに思います。建物としてはですね、やはりあの典型的なまあ80年代まあ後半のまあバブルに入る前のマンションということで、あの例えば外部階段とかですね、あの鉄骨階段で露出という形で、まあ、最近あんまりやらないパターンというか、かなり無骨な感じで個人的には非常に好きなんですね。なのでなるべくそういうちょっとあの無骨で味がある部分っていうのをより強調してあの面白い建物にできないかなというふうに思ってます。あのやはりあの新築の場合ですとこう建物の仕上げが何て言うんですかね、こうキンキラキンみたいな感じ の, こうあのピカピカした感じの新しさっていうのをまあ追求されることも多いと思うんですけれども、まあそうではなくて逆にまあすでにセカンドハンドなわけですから、まあ古さの良さというか、なるべくその古いものがまあ当然経年劣化でどんどん変わっていくと思うんですけれども、その中でその古くなっていく中であの味わいが出るようなあの雰囲気の建物にできないかなというふうに考えてます。外観に関してはあのまだちょっと色に関してはまだスタディ中なんですけれども、まあ、後半をちょっと使ってみたいなというふうに思ってます。まあ、通常あの今既存では吹き付けタイルという塗装で作ってるんですけれども、部分的にそういったあの、まあ、金属 の, あの面をですね入れることによって少しこうアクセントがつけられるようなあのシャープな雰囲気にできないかなというふうに思ってます。でエントランスに関してはあの、まあ、今既存では実はエントランスがなかったんですね。まあ、社宅ということで特にそういうロビーみたいなものが求められてなかったというのもあると思うんですけども、まあ、実際今回あのその増築部分というかロビーを作るというのは一つのこのプロジェクトの一番大切な部分で、まあ、その中であのやはりあの家族だけではなくてその家族からさらにその別の近隣の方々と一緒にコミュニティを作るという意味で、まあ、それが自然に喚起されるようなあのスペースを作りたいということで、今既存のエレベーターとかあの階段の周りにですね、その、まあ、いわゆるコミュニティルームとかですね、であとあのエントランスのところからその実際エレベーターのところまで少しレベル差がありますの で, で、まあ、その既存の階段もそのまま生かすんですけれども、同時にその、まあ、例えばあのバギーとかっていうものでも、まあ、車椅子も同じですけれども、自然に上がっていけるようなスロープをつけようと思います。でそのスロープ自体もですね、ただあのいわゆるその新商社用のスロープという新商社用のスロープということではなくてですね、そこが、まあ、庭の一部のような、まあ、スロープガードみたいな形で、そこが、まあ、あのコミュニティの部屋からこう覗いて見えるという意味で、そういう、 こう中庭みたいなスペースをあのコミュニティの部分に作れればなというふうに思っています。はい、あのまあ、昨今その環境というのは一つのキーワードで、あの、まあ、エコなことをやろうというのは、まあ、いろんな会社さんが考えていらっしゃると思うんですけれども、その中でも、まあ、リビタさんに関して言うと、まあ、かなり以前からですね、そういったあの、まあ、古い建物を再生しようということで、その活動自体がある意味かなり環境に配慮したことをやっていらっしゃるんだなというふうに思っているんですね。で、まあ、それ以上に実際その建物をあの再生していく中で、まあ、オール電化に対応したりとかですね、あとはその例えば太陽光電池をあの太陽光発電をしたりとか、あとはそのカーシェアリングですね、例えば、まあ、実際車を何台も止めてても皆さん使うのはかなり限定された時間だと思うので、例えばお買い物をしたりする、大きな買い物をしたりする時とかっていう時に、まあ、その住民の方で車を例えばシェアするというような取り組みをすることで、まあ、より環境に配慮したその住み方ができるのかなというふうに思っています。あの基本的にあまりあの LDK というのはそんなに意識して実は設計はしてないんですけれども、まあ、既存 の, そのレイアウトというのが、まあ、かなり部屋が細切れに分かれている状態 で, で、まあ、あの今の入られだろうそのご家族の方々というのは多分、まあ、ご夫婦かもしくはご夫婦でお子さんいらっしゃる1人か2人いらっしゃるということだと思うんですけれども、でまず最初にそのなるべくその広いスペースを味わっていただきたいということで、特にモデルルームに関しては、まあ、入ってからすぐ広がりがこう中に入れば入ると広がっていくようなレイアウトにしています。で、まあ、可変性という意味ではあの奥 の, そのリビングの部分というのは将来的にその子供部屋にすることもできますし、その辺はなるべくこうフレキシブルにできるようにというふうに考えています。であとその、
全体のレイアウトとしてはやはり、まあワンルームに完全にしてしまうとですね、その家族の方々っていうのがお互いにこうプライバシーが全くなくなってしまって非常にこう息苦しいということにも逆になってしまうってこともあると思うので、であれば、まあ、その今プランとしてはですね、こうちょっと L 字型になっているんですけれども、なるべくその少し見えない箇所っていうのを必ず作るようにして、こう同じこう全体的にはお互い同じ空気を吸っていてこう連続感を感じるんですけど、その中で一応ちょっと死角があってこうプライバシーが確保できるというようなレイアウトにしたいなというふうに思ってます。私の今住んでいる自宅もマンションなんですけれども、そのマンションをリノベーションしたときにですね、水回りの部分とかをこう一つのボックスと見立ててですね、そこを全部黒板塗装にしたんですね。なのでぐるっとこう四方黒板の塗装があるような感じで、そこで例えば子供が落書きをしたりだとか、あとはその例えば私と家内の間で、今日は晩ご飯はいらないよとか、そういったこうお互いのスケジュールだよとか、未暴録みたいなメモだとかですね、そういったものをこうお互いにこう黒板に順に書けるというところで、ある意味コミュニケーションツールにも使えているんですね。で非常に実際使ってみて非常に面白いなというふうに自分でも思っているので、できればそういったいいなと思うことをぜひ取り入れて設計してみたいなということで今回ご提案させていただきました。例えばご主人であるとか奥様であるとかっていうその個々の方々のその、コーナーみたいなものをできれば作りたいなというふうに思っていて、例えば、玄関入ってすぐのところはかなり広い土間にしようかなというふうに考えているんですが、その部分もその土間の部分の一部がですね、こうワークショップみたいな形で使えると、例えばご主人でも奥様でもどちらでも構わないんですけれども、ちょっと隅がちょっと DIY であるとか、彫金でも何でもいいんですけれども、そういった作業ができるようなスペースを作っていると。なのでそういった中でその家族全体で一つのこう共有できる時間というのは作りながら、かつその個々人の趣味も楽しめるようなプライバシーもあるような、そういう、こうバランスの取れた暮らしをできれば過ごしていただければなというふうには思っています。今回実は私が住んでいる家というのは実は2軒目なんですけれども、1軒目の時は特にその予算的な問題もあってですね、家具を全部自分たちで作ったんですね。なので例えば初めはその予算によっては何もこう余分なものを入れないで徐々に自分でその家具を作っていくっていうのも別にいいと思うんですよね。なのでその辺はもう本当にそれこそ自分で作っていくのか、それともとてもじゃないけど棚とか家具作るのは大変だっていうことであれば、実際やっぱ住んでみないとなかなか自分のスペースっていうのはこうアジャストするのはすごく難しいので、じゃあちょっとこの辺、塗装してみようかなとか、そういったもう小さなことでも構わないと思うので、少しずつ自分でこう手を加えていって自分に合ったスペースを作っていただければなというふうには思っています。